しゃいませ。旦那はん、よう飲まれますな。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したら、お酒が泣きますえ。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんどすか。うち、お店知ってますけど、倉町にある松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。どうも見てってくださいね。ほら、ま、こんばんは。また今度顔出してね。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。お、やってますね。お前は桂小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。西の風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして、生松と申します。今後ともごひいきに。一応ね、俺なりにあん時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合は
あなたのことを頼むと言われてました。兄弟に？ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。武市さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、武市さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。武市さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で金の葉を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか？さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか？長州に。武市さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか？地層になったな、龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん。なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。あ、わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。
それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした。にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんだね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで、わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件ケリつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら殴り合いで蹴りつける。え、斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的にいきましょう。おお、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズッ、ええ加減せえへん。やるしかないのか。くそ。
今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらおうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい。喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。ちょっとことだし、今日とことん付き合うしかないんじゃないですか。まあいい。やる。半分諦めてますけど、この酔っ払いに振り回されっぱなし。気ぃつけろよ。ちょ待て。それにしても最後Shoot! Fire! Shoot! Fire! 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 Fire!
くで。ごめんなさい。しかし薩摩の西郷吉の。お前らこの店で飲むぞ。ここか。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。斉藤さん、それ本気で言ってるのかな。ふん、いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうで。しょうがないな、付き合いますよ。あかん、もう無理や。こいつどんだけザルやねん。なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ閉めましょうかね。すみません、お勘定。おごってもらってすまないな。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしく帰ったるけど、次会った時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことで。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。はあ、何やって。もう一軒行くぞ、ついてこい。行くで。まだ飲み足らんのか。どれだけ飲まされるんだ。しかしこいつは前よりもさらに強いなこと。本当、俺これでも新道無念流の免許改善なんだけど、すべとはいえ二人がかりでやられるとなって。この店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさして終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからな。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんでね。ごちゃごちゃうるせえぞ、入るぞ。おい、酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。
細かいことか。それを言うならあんただって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん？あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。で、俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武智半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武智半平太の兄弟分？そしたらまさか。言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬、こいつが？この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ。ねえ、あんた人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句。勝手にねえよった。坂本龍馬が。本当勝手な人だね。ここは捕虜。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。武智さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだあいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思ってもみなかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば。うん。
俺はどうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、桂と西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん。細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。しめさん、はじめさん、お涼。なんだ、朝から想像しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろ。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。
斎藤、お前何しとったんや。何かあったのか。何やと。お前源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行け。行けばわかる。斉藤か。井上。何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。いや、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうっすか。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、それはちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。つまりも死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤皇派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の府。俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さん言う。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤皇やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の街で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤皇志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだよ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に今日の町を制圧する。新選組の落ちた名を
再び最強のもんにすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのはかまねえ、だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん、誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や、そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。くそ、なんだだりゃ。不祥、いくら沖田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて佐之助さん、沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば新選組の正気を疑われる。無論止めるしかあるまい。止めるってどうやって。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします。簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。司令官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。
っす。今にも。はあ。おい。え？おい。おっと、気ぃつけや。どう？なんやあれ。
止まらんか、こら。え、こら、聞こえてんだろ。なあ、まだ帰るの？見てみよう、新鮮だ。おい、何？斉藤さん。山崎か。伊藤さんから伝言を頼まれましてね。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで、何でもコムソウを探しているとか。コムソウ？ご存じないですか？深い網笠かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、
小無双のことはわかる。そうじゃなくて、小無双が井上を殺したというのか。さあ、私にはわかりませんが、沖田さんは何か掴んだらしい。ですが伊藤さんは、とにかく一番隊の暴走を止めるようにとのことです。斉藤さんにはムクロ街に向かっていただきます。山崎は、あ、伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう、お伝えしておきます。ですが一番隊の件、確かにお願いしましたよ。何いたします？自慢の兵士が揃えてます。
ついてない。せいや。どうした？お前ら一番隊だろ。かかってこねえのか。沖田さんがあなたをお待ちです。斉藤さん。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しとみられるコム層の正体が分かりましてね。そのことで斉藤さんに聞きたいことがあると。どういうことだ？私の口からそれ以上は言えません。分かった。Thank you.
痛たあ？ん？なあ。起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな！なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らはコムソを追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。そのコムソの正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。コムソの成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しよった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか。その話はどこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大木さん。答えてくれ、起きた。死の敵討つんは弟子の務め。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流？何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。ええー、気合いや。行くで、坂本龍馬。
負けたんか、李神龍が。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。起きた。覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李神龍は。俺が追っていた李神龍だった。立ち筋、技、間合い、全てが一年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心したわ。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは一
久々に聞くな、その名前。イサミちゃん。そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度。斎藤はじめさんよ。あんたに全てを教えてやる。天然理心流の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然理心流の謎、それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身風浪士組という名で京の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身風浪士組には俺の他にもう一人の局長が存在した。確か芹沢鴨だったか。ああ、裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影。身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府お抱えの組織として結成された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の7名、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重助の3名が加わり一つの組となったんだ。カモニゴロ、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢鴨、平山五郎、平間重助、それぞれが演じている仮の姿なんだ。何だと。そしてその全てはあの吉田東洋の暗殺と密接に関係している。どういうことなんだ。1年前のあの日、事件は起こった。ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。
あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて、今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも。覚悟。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、さすが水戸天狗流。掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうかどうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、鴨さん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。
この三風呂仕組みの顔とも言うべき存在だった。その掃除が切られて死んだとなりゃ浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免、幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ、グロ、ジュースケ。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭の中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来俺たちは名を身分浪士組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る斜め、近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが元さんになった翌日から知恵館出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。知恵館の独自流派としてな。考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ
井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんははじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとした時、背後から突然切ったのもはじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったらあの鴨さんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。カモの恩返しっちゅうとこやな。ほんまあの人らしいわ。全てを知った今の心境は？正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ？水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと？じゃあおやっさんを殺そうとした奴は水戸にいるってのか？それは分からん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ？龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい？わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだい？俺は復讐がしたかったんじゃない、真実が知りたい。それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ？どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。そりゃ鴨さんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、鴨さんから報告を受けていたことがある。そりゃ鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。じゃあまさかもう一人の坂本龍馬が？例の小無双の坂本龍馬やな。ああ、そして今になってやつは覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。隊の監察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が？寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか？せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。
そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍門さん、いや斎藤さんよ、あんた斎藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かえ、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと、あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。わかった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。ほな行くで。